こんにちは、松岡です。僕はこのスパコン、スーパーコンピューターっていうのを20年以上やってるんですね。で、このスパコンって非常にいい名前だと思うんですよ。スーパーマンってありますよね。スーパーマンっていうのはまあすごい人ですね。まあなんか舐めてる。だからスーパーコンっていうのもまあスパコンって何って聞かれますけど、まあ、スーパーのコンピューターですねというふうに答えますね。まあ具体的に言えば強めのようにその世代のコンピューターよりはるかに計算パワーとかはるかに容量だとかそういうものがでかい。だからスーパーのことができる。でも使い勝手というのはまあ高校大生でどのくらい使って、皆さん高校大生でどのくらい使ってますか。使ってる人いますか。ああ偉い、ありがとうございます。お客様使い勝手はパソコンっぽいですか。はい、そうですね。いや、パソコン、でもパソコンっぽくて、パソコンぐらいだったら別にパソコン買えるんですよね。じゃあ、なぜスパコンなの？で、今、世界で一番速いスパコン。これは、実は我が国。この報道されてるご存知かと思いますが、我が国にあって、神戸にある K というスパコンです。で、まあ、この70万コアとか11ペタフロックサとか、そのような数字が並んでますが、まあ、これはでかい。他にもいったらかかる。なんでこんなものを作るんですか。どうしてこういう大きいコンピューターを作る、スーパーなコンピューターを作ると何が嬉しくて何ができる、なんで何が問題になる。実はそういうことはあんまり伝わっていない。だからここあるちょっと場所で2番、これは1番になりますけど、2じゃダメなんですかいう話も出てきたんですね。でもそれは当たり前で、そういうのがちゃんと説明されていないと、ちゃんと人々に伝わっていないと、そういう疑問が起こって当然なんです。だからそれはちゃんと伝わっていなかった。だからスーパーコンピューターってなぜ大事かということをちゃんと伝えることが非常に大事です。で、スーパー、例えば何ができるかというと、今人類はいろんな問題に直面している。例えば地球温暖化、まあ、最近ちょっといろいろいろんなことがあって、こうなかなかこう温暖化のこう CO2 削減っていうのを守るのが難しくなっている。でも本当に温暖化ってのは起きるの、起きますか。100年後起きますか。もちろん今いろんな観測をしていまして、過去のいろんなボーリング調査をしたり、まあいろんな過去の気象だとかそういうことはある程度分かっている。でもまあそういういろんな分かったことをベースに100年後、しかも全地球規模で本当に温暖化が起きるんですか。これはいくら紙と鉛筆でやってもこれは分からない。パソコンで計算したくらいじゃ分からない。こういうことを解き明かすにはスーパーコンピューターがないととてもできないわけですね。で、実際スパコンっていうのは、まあ、いろいろ書いてありますけども、いろんな大量の計算ができる、いろんな計算を組み合わせるとか非常に細かいことができる。これが押し上げて言うと、スパコンというのはいわばその4次元。4次元というのは、いろんな空間の広がり。例えば、一番すごく長くでかいところ。から非常に小さいところ。一番でかいところはもう宇宙であった。一番小さいところだと原子。しかも、こちらの XYZ の3方向。そういう広がり、および時間方向。時間というのは、ものすごい過去。宇宙が始まった何百億年以上前から、と先、まあ、宇宙の前ですね。また非常に短い時間、ナノ秒、フェルト秒、そういうような時間の対象、それらを我々に見せてくる、科学者であるユーザーの人たちに見せてくる。そういうことができるためにスーパーコンがある。ですから我々はスーパーコンピューターというのは4次元の観測装置という言い方をしています。なので我々はそのツバメ、例えばツバメはまあ経営が早くないですが、まあ、結構早い、全世界の大学の中、全世界の大学のスパコンとしては世界、我々世界一です。高校大の皆さんは世界の大学一番のスーパーコンピューターを使えているわけですね。ですから一生懸命研究してほしい。
で、まあ、作り方としては、作り方としては、まあ、細かい部分から作り上げて、大量の、先ほどと同じように、大量の CPU、大量のコアを集め、それらを高速なネットワークで組み合わせて、それらが一度に動くようにして作ります。その時に問題となるのは、どんなスーパー、今のスーパーコンピューターを使用して、先ほどの件と同じように、ものすごくいっぱいプロセス、10万、100万でプロセスある。メモリーも何百テラバイト、ハードディスクじゃなくて、メモリーが何百テラバイト。ネットワークも、例えばツバメのネットワーク、ツバメのネットワークに全世界のインターネットのデータを流す。全世界のネットワーク、インターネットで通信されているデータを、1日分のデータをツバメに流す。流すとわずか半日で流れる。だからツバメのネットワークは全世界のインターネットのバックボーンに速い、高速なんですね。このくらいスーパーコンピューターですよ。で、その時何が問題なのか、何ができて何が問題なのかというと、確かにより速くできる、より大きいシミュレーションができる。でもより大事なのは、それによって今までできなかったことができる、質的に違うことができる。今までやりたくてもできなかった、実験ではできない、パソコンではできない、それでもスマホを持ってくるとできる、それによって質的に違う科学、エンジニアリングやサイエンスができる、それが大事です。しかし問題なのは、特にそれはこれはスマホを作る立場、これはアプリケーションを作って一生懸命コネクションをしてやるわけでも解決するわけですけども、どんどん大きくなっていくと、そのマシンの大きさに比例して性能が上がってくればいいんですが、実際はそうならないことがよくあります。途中で性能が落ちてしまう。で、そうすると大きいマシンを作る意味がないです。大きいマシンを作るというのはお金もかかります、コストもかかります、時間もかかります。だからそれに見合った成果が出ないと言っています。ところが、まあ、詳しい話は避けますが、こういうふうに一直線伸びていくわけですけども、落ちてしまう。そういうことがあると意味がないですね。だから良いパスパコンと良い悪いスパコン、良いスパコンというのは大きさに見合った性能が得られて、それによって質的に違うことが今までできなかったことができる。さあ実際そういうことができるかどうか見てみましょう。例えば今省エネ時代ですから、新しい合金を作る、新しい合金、軽量の合金を作ると非常に軽い車ができて省エネになって、まあ、非常にあんまり石油を許しなくして CO2 もあんまり発生してバンバン。ところが、まあ、縦とココっていう番組をご覧になったんですけど、あれはじゃあ仕組みは、下の仕組みはどうなっているかというと、実は金属というのはああいう樹状結晶というのがあっていて、樹状結晶のが複雑に絡み合って合金ができるんですね。で、あれが非常に密だと思いし、あれがこううまくこうそうな構造だけど、こう整列してたりすると脆くなっちゃうんです。だから適当にそうで、かつ絡み合ってなって、でもそれは結晶っていうのはだんだん鉄とかいろんな合金がこう冷えていく過程でいろんな違う成長の仕方をします。これは雪の結晶なんかはそうですね。だからそれを今では全部経験でやってました。これは実験しても見えない。ではシミュレーションすればいいのかというと、今までのシミュレーションだとあんなふうに2次元構造だとか、ああいう3次元構造でも、ほんのこちらの、本当はこういうのをやりたいんですけど、ほんのこの茎の先端部分しかできないんです。これは全く意味がない。サイエンスとしてやりたいのは、左側のこちらの構造がわからないと意味がないんです。だから、ただ単に大きくしたってことは意味がある。大きくしないと、パークとして意味がない。で、我々のこの青木先生のグループが、我々と、および実際にこういう研究されている方だと、そのいろんな専門家が集まって、スーパーコンピューターの専門家、流体の専門家、およびこの金属の専門家が集まって、こういうシミュレーションが出てます。これは左側、こっち右側は電子顕微鏡で、実際に初めて、世界初めて、去年、ほぼ撮影が成功したんです。左側がツバメのシミュレーション。よくあったんですよね。ただこれはまだ二次元スライスでやったから初めてこういうふうな画像が得られている。
だから実際の金属だと薄くスライスしても意味がないので、3次元の構造はやっぱり見えない。で、これがツバメだったりするんです。これは世界初めて。世界初めて3次元にこういう結晶が伸びているのが初めて人類が分かるんです。これで新しい金属が作れる。実際に試験が出た。ツバメには GPU という計算をする一つが4000個以上ついて、CPU の1万6000個。全部で、まあ、いろんな数え方がありますけれども、最高精度はこの計算で 4.5 ペタフロップス。それはこのパソコンと比べると10万倍以上速い、そういう性能です。そういう性能だけれども、このグラフが出てくる。そのグラフが示したように、この一番左は 4000GPU、1万6000CPU。マシンをほぼ全部使い切るところまで線形に伸びています。この計算は世界で今まで2番目に速い計算です。一番速いのは K であります。まあ、だから今で2です。十分速くなっています。で、別なの例の先ほど医療の話がありましたが、医療でも、例えば、まあ、非常に面白いお話をさせていただきましたけれども、医療で言うとこれ大丈夫でしょうか。かなりな。はい。考えてみます。こういうふうに、医療においても、例えばこれをウイルスをして、こういうふうに、1億の原子に構成されるウイルスのシミュレーション。これも実際にこの規模のウイルスがどういうふうな行動を示すかなんていうのは見えないんです。実際見ることができる。しかしこういうふうにウイルスの構造が分かると、これはタバコモザイクウイルスですが、ウイルスの構造の正確な行動が分かったと、新しい抗ウイルス剤ができる。そうすると、改めて新しいワクチンとかを作れる。ウイルスの弱いところを作れることによって、ウイルスを、ウイルスに対する効果をいかに効率的に上がるんですか。そういうようなワクチンの開発が進まれますね。で、先ほどこちら見されなかったのは、ごめんなさい、ね、これ多いはずだったんですけども、こちらは、肝臓農薬で、まあ、天皇陛下なんかも先日もなられましたけども、まあ、そういう、例えば心筋梗塞が起きるときに、実際に肝臓農薬にこう CT スキャンとかで、そこに、シミュレーションで血液を流して、で、血清心疾患があるということを、シミュレーションで正確にお医者さんに伝える。で、それによって、バイパス化したのか、ステント化したのか、薬を知らせるとか、そういうことが分かる。ただ、そのためには、100億近い血液球を流さないといけません。で、それは、お医者さんにとっても、正確に細かいことがどうなっているかというのは、今度はシミュレーションしてみないと分からないと思います。で、そういうことをやって命を救う。さらに命を救うということでは、災害。皆さん、まあ、災害最近ちょっと我が国で災害に遭ってますけれども、災害、例えば台風。台風は非常にこう、シミュレーション難しいですね、でかい。で、これで見て分かりますとおり、普通の気象庁がやっているようなシミュレーション。は上にあるように 5km の海上です。でもこれだと雲が荒すぎて見えない。雲っていうのは 1km 以下の現象ですから、特にこの積乱雲 500m 以下のくらいの海上ではないと見えないんです。で、今ではそれはできない。ところが 5km を 5m すると、あと 500m すると1000倍くらいの計算パワーが必要になります。その1000倍の速いスーパーコンピューターを作ることによって、上の500、これはただ単に500って式だけじゃなくて、下の全然やっぱり物理原子と違うわけですから、いい加減な物理原子から正確な物理だと。これによって正確にどこに雨が降るの、どのくらいの風が吹くの、それによってどういう対策をしなきゃいけないのっていう、そういうような予測がリアルタイムでできるわけです。
これも津波全体で 4000GQ までちゃんとスケールして、他にも東工大の加藤先生、先ほどのこの前の東北地震ですね、これも津波、これは津波の半分ですが、それを使って150メートル、500メートル、だいたい1000キロ、これは全体の統括領域を含めると約1000キロの領域、これを150メーター間隔で分断して約5ミリ秒の応答速度で津波で実際に起きたら、実際に起きた時にどういうふうなシミュレーション、どういうふうな実証か、それを正確にシミュレーションして、それが実際の地震計で得られた波形にちゃんと合っているということを発見しました。つまりこれによって本当にどういうふうな断層がどういうふうなメカニズムでどういうふうに連れて地震が起きたということがかなり正確で、最後に例えばこのようにアニメーションを置かないですけど、最後に書いてくれたと思ったんですけど、まあ、これもですね、本当はちゃんと動けば、あちらの、この例えばダムとかが決壊する、そういう時に、水がバシャンと浸かる。この浸かった水が、果たしてどういうふうな力を建築物にもたらすか、冷房だとか、建物、そういうものをシミュレーションでちゃんと予測しておく。で、実験は確かにできますけれども、やはり、非常に大きい構造物だとか、複雑な構造物だと難しいわけですね。今、スーパーコンピューターでやれば、そのような複雑なシミュレーション、津波が来たらどうなるのか、どういうふうに建物が影響を受けるのかということを、最後にこの、例えば都市がありますから、この都市なんかもいろいろこう、ビル風が、公害があると、どういうふうに公害となっているのか、都市の温暖化、例えば東京湾にいっぱい高層ビルが林立する、そうすると都市の温暖化現象が起きちゃう、ヒートアイランドが起きちゃうときに、この莫大な都市の空間、これに例えば浜風が来たら正確にどういうふうに風が流れるか、こういうこともこれだけ何キロメーターに及ぶ空間に新規風を流す、でこれはでもあっぱれも実験でこのスーパーコンピューターで正確に2メーター単位でこれを流す、しかもほぼリアルタイムで、このようなシミュレーション、これは人間の生活を良くし、人間の命を助ける、我々の財産を守る、安全や財産を守る、こういうことに関してスーパーコンピューターとは発達しているわけです。まあそれでまあよろしいということで、東工大から我々いただいた賞というのは決して皆さん大きいスパッコンを作ったわけではなくて、こういうことができる、こういうことで人類を作っている、コンピューター屋さんと数学屋さんとアプリケーションさんがコネクションをして、それによって新しい未来を作れる、そういうことが評価されていただいた賞だと。最後ですが、じゃあそんなでっかいの作ってどうするかということ以外にお金かかるんじゃないか、ツバメ 1.0 と普通のラップと比べます。そうすると、まあ、確かにツバメは世界は今5位になりますけど、それと同時に最も世界、その時に最もグリーンなスパコンで優勝をいただく、世界で一番効率がいい、そしたらどのくらいなのというと、普通のラップトップがあります、それとツバメの比べ、そうするとツバメの方が10万倍7万倍から10万倍ぐらい高いですから、それだけじゃなくてツバメの方が3倍の省エネです、3倍ですから、ラップトップを使って計算するよりスパコンを使って計算する方が省エネ、
ですので、去年の夏、使わなくてもいらなかったんですね。もちろん、こういうことは簡単にできたわけではありません。我々のスーパーコンピューターさんとしての技術開発の結晶であります。で、今後は、最後になります。今後は、ツバメ1というのが昔あって、ツバメ2で、そういう電力効率が30倍くらいです。今後さらに、ツバメ3、だから3年後ですから、ツバメ3、3.0 倍です。その時には、ツバメさらに16倍くらい、大物です。さらに2018年、19年は、そこからさらに5倍ですから、大体、今のツバメと比べると、数百倍、ツバメが下がったりです。これは大変です。そのスマホには、この携帯、例えばこの携帯電話には CPU が2個入ってますけども、そういうスーパーコンピューターには CPU が1億個くらい入っています。去年のスマホが高々か2、3億個ですから、世界のスマホを全部集めてスマホにするわけです。そのくらいのことをやらなくてはいけません。我々はそれに今チャレンジしようとしています。皆さんもぜひそのチャレンジに参加してください。以上です。ありがとうございます。